統合版 99% の人が知らない裏技3点。1つ目、皆さんはピストンとシュルカーを知ってますか？いやさすがに誰でも知ってるだろ。ですがピストンでシュルカーを押すとすごいことが起こるんです。の前に画面を2回タップして保存してね。普通はピストンで押すと、そのまま押されるにょんね。ですが粘着ピストンを置いて、シュルカーを置いて、押してみると、なんで粘着ピストンは貫通するんだよ。反対にピストン置いて作動させて、粘着ピストン壊すと、もはや一体化してしまってるにょん。2つ目、砂とかって普通重力で落ちると思うんですけど、まあ当たり前だよな。まずはエンドポータルを設置して、とりあえず開いてください。何をする気にょん？その上に重力のあるアイテムを置いていってください。重力あるアイテム結構多いんだな。水置く場合はちゃんと囲ってね。置き終わったらエンドポータルをぶっ壊してください。こうすることで、うわあ、すげえ、重力がなくなってるぜ。上の方でやったら面白いよ。UFO みたいにょん。3つ目、皆さんは空気ってアイテム知ってますか？何それ？このコマンドで手に入ります。あれ何も手に入ってないぞ。そりゃ空気だもん。どういうことにょん？登録しないとヤバい化け物に襲われる。